すげえ、こんなにたくさん人がいるぜ。よみんな、こんにちは。こんにちは。お前たち最高だぜ。ちょっと待ってくれよ。俺たちウミガメの挨拶ちゃんと知らない人をこっちの後ろで見つけたぞ。ライノさん、はい、こっちの後ろの前から2列目、うん、内側の通路寄りに座ってる大人の人だ。そうそう。よ、こんにちは。こんにちは。ありがとう。名前は何て言うんだい？ヒロシと言います。ヒロシ、渋い名前じゃないか。よし、じゃあヒロシ、ウミガメの挨拶しっかり覚えてくれよ。俺が最高だぜって言ったら、ヒロシは両方のヒレを高く上げてうおーって言うんだ。ヒロシ、ニヤニヤしてる場合じゃないぞ。それじゃあ行くぜ。ヒロシ、最高だぜ。やるじゃないか、みんな拍手だ。とっても良かった、ヒロシ、その調子で頼んだぜ。よし、じゃあ今度はそうだな、ガイノさん、こっちの前の子と話をしよう、一番前、内側の通路寄りのその子と話してみようか。やあ、こんにちは。こんにちは。おお、ありがとう。名前は何て言うの？金城ゆめか。あ、ごめん、もう一回教えて。金城ゆめか。絶妙なとこついてくるな。ごめんな、人間の名前俺が慣れてないからだ。ガイドさん、ちょっと教えてくれる？人間でこんな苦労するんだもんな。お待たせ、金城姫香ちゃんだそうですね。ありがとう。金城姫香、可愛らしい名前だ。金城姫香は今何歳？6歳か。まだ卵から帰ったばっかりだな。今日は誰に連れてきてもらったんだい？お母さん。あ、続きそうだったけど。ちょっと話してみよう。金城姫香のお母さんはどこにいる？いたらヒレを上げて教えてくれ。あ、すぐ後ろだ。お母さん、話をしよう。こんにちは。こんにちは。名前は何て言うの？若子です。若子、優しそうな名前だ。あ、じゃあお母さんである若子に聞きたいんだけど、金城姫香からたくさんいろんな質問をされたっていう経験ってあるかい？そんな難しいこと聞いてないんだけど、うん、質問されたことあるかないか、どっち？そんな難しいこと聞いてないんだけど、うん、質問されたことあるかないか、どっち？うん、よし、いや、俺のスクワート、息子に言ったスクワートってのが、そのスクワートもいつも質問ばっかりでさ、人間の子供もそうかなと思って聞いてみたんだよ。やっぱり同じようだな。若く教えてくれてありがとう。金城姫香もありがとうな。みんな二人に拍手してくれ。実はさっきもスクワートにこう聞かれたんだ。ねえパパ、人間ってなんであんなに僕たちと違うの？でも俺は何にも答えてやれなかった。だから今日はみんなに人間のことを教えてもらいたいんだ。俺に協力してくれるなら元気にはーいって言ってくれ。せーの、はーい。お前たち最高だぜ。ヒロシ、頑張ってるぞ。よし、それじゃあスクワットからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何を食べるのって聞かれたんだ。じゃあこの中で食べ物を食べる人をヒレを上げてくれ。さあ、食べる人はヒレ上げて。お、いけ、食べない人結構いるんだな。じゃあガイドさん、はい、こっちの後ろの一番前、端っこから二番目のその人に聞いてみよう。やあ、こんにちは。こんにちは。名前は何て言うの？ゆかりです。ゆかり、ゆかりの好きな食べ物って何だい？エビ。おーい、エビ逃げろ。おい、ゆかり、勘弁してくれよ。ここどこだと思ってんだ君は。そんなことあんのかよ、困ったもんだな。よし、じゃあちょっとゆかり、俺と同じようにこう肩ひれ上げてもらってもいいかな。で、俺が言ったことをそのまんま繰り返して言ってくれ。いくぞ。エビは友達。エビは友達。餌じゃない。餌じゃない。覚えてくれよ、頼んだぜ。いや、でも
答えてくれてありがとうな。みんなゆかりに拍手しちゃってくれ。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ今度はみんなの番だ。俺に質問があるっていう人、ひれを上げてくれ。さあ、なんでもいいぜ。お、じゃあガイドさん、はい、こっちの前のな、前から2列目の端っこから4番目で真っ先にひれ上げてくれたその子は、ね、しようしよう。いや、こんにちは。君がひれ上げてたの。お、名前なんていうの。ハヤトです。ハヤト、聞きたいことなんだ。海で一番楽しいことは何ですか。どうだろうな。1番とか2番とかってのはどういう風に決めていいか分かんないけどな。俺の楽しいことっていうと何かっていうよりは誰かと一緒にいる、そこら辺が大事だと思ってるから。俺は家族と一緒にいる、そうすれば何やってても楽しいかな。シェリーっていうパートナーがいてな、シェリーとの間には65匹の子供たちがいるんだ。さっきから話してるスクワットが末っ子、一番上はキアヌ、その次がルルで、サンディ、4D5D6D7D ヒロシヒロシそんなわけで今の冗談だけど、でも子供や家族といれば海藻を食べてるのも楽しいし、かくれんぼとかそういうのしてても一番楽しい、そういうふうに思うかな。ハヤトもたくさんいろんな楽しいを見つけてくれよ。みんなハヤトに拍手してくれ。お前たち最高だぜ。他に質問あるか。さあ、後ろの大人も遠慮すんな、何でもいいぜ。よし、じゃあガイドさん、そしたらな、まずはこっちの後ろの、うん、それで前から2列目内側の通路寄りのその人話をしようか。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お、ああ、なんかその子が話したのか。あ、うん、その大人じゃなくて、大人っていうかその抱えているその人が開けたけど、前の子が話すんだな。名前なんていうの。どういう思いでひれ上げてたんだろうな。その子喋れないだろうから、ちょっとほら後ろのお姉ちゃんから話そうぜ。名前なんていうの。リンカです。リンカ、そうか。リンカ、どんな思いでひれ上げてたんだい。その子に喋ってほしかったとか、そういうことか。あ、どっちでも。どっちでもってことは君も何か聞きたいことあるかい。あ、あります。おう、それはそうだよ。リンカ喋ってくれよ。なんだ。一夫多妻制は何であるんですか。ごめんな、俺海じゃ全然聞いたことない言葉だ。なんだ一夫多妻制って。それ何のこと。一人の人が他の国の人とかと結婚したりすること。あ、結婚って聞いたことあるよ。なんかパートナーとずっと一緒にいる約束なんだろう。その他の国、あ、人間には国がいろいろあるってのは知ってるけど、それがなんか問題でもあるのかい。なんでもし、あの、最初に付き合ってる人がいたら、後から来た人が来たら嫌。ごめん、ちょっと何を言ってるのか全然分からなかった。ウミガメにはちょっと難しい話だよ。人間の世界のことなんだろう。ちょっとウミガメには分かんないことあるから人間に聞いた方がいいんじゃないかな。リンカ、いいやつ俺知ってるから紹介しとこうか。こっちの城の2列目内側にヒロシってのがいるから。ヒロシは一夫多妻制に詳しいタイプだから、で相談してみるといいんじゃないかな。まあでも勉強になった。みんなリンカに拍手してくれ。お前たち最高だぜ。他に質問あるか。さあ、何でもいいぜ。よし、じゃあ、ガイドさん、後ろの真ん中のな、前から3列目こっちの通路から3番目のその人、話をしよう。あ、こんにちは。こんにちは。名前なんていうの。ゆうきです。ゆうき、聞きたいことなんだい。僕は今この妻とすごいラブラブなんですけど、もっとラブラブになるにはどうすればいいですか。知らねえよ。勝手にやってくれよ、そんなものは、うん、でも俺にもさっき言ったけど、シェリーってパートナーがいて130年一緒にいるんだけど、気をつけてることはいくつかあるよ。まずはお互いにちゃんと相手のことを思いやることで、嘘とかは絶対つかないことで、一番大切にしてるのは気持ちをちゃんと言葉にして伝えるっていうことを気をつけてるかな。隣のパートナーもせっかくだ、話そうか。名前なんていうの。リサです。リサ、そうか、支え合ってきていくといいと思うよ。リサ、俺は毎日パートナーのシェリーにちゃんと愛してるって伝えてるけど、リサ、勇気はちゃんと言ってくれてるかい。言ってないです。あ、そうなのかよ。あんなラブラブアピールしてたくせに。そうか、勇気、そういうのは大事だから言っておいた方が。じゃあ合図出すから勇気言ってみようか。いくぞ。3、2、1、愛してる。みんな拍手だ。お前たち最高だね。
ドリーとデスティニーじゃないか。よし、じゃあみんなでドリー、デスティニーって呼んでみよう。せーの、ドリー、デスティニー。わーわー、あら、こんにちは。ハローみんな。よー、今人間たちと海のこといろいろ話してたんだ。お、そうだドリー、みんなにクジラ語を教えてやってくれないか。お、デスティニーがいい。私も教わったの。連れてくればよかった。いるけど。うわあ、いつから。じゃあみんな私の後に行ってね。クジラさん、アロー。よーし、みんなで行ってみよう。せーの、クジラさん、アロー。みんなうまいじゃないか。みんなすごい、とってもうまかったわよ。マコウクジラ弁も聞こえたわ。かなり上級よ。お、なんだこの音。わあ、本当にクジラを呼んじゃった。本当にクジラを呼んじゃった。ドリー、こっちだ、急げ。ドリー、早く逃げて。ドリー、大丈夫。ドリー、どうすればいい。クジラさんにどうやって言って。みんな、クジラさん、どういてだ。せーの、クジラ。ドリーが助かったぜ。お前たち最高だぜ。大流大流大流。パパパパ、海流に乗ってサーフィンしようよ。わかったわかった。さあ家族が呼んでる。今日はみんなと会えて本当に嬉しかった。お前たち最高だぜ。ありがとう、楽しかったぜ。また話そうな。また遊びに来てくださいね。出口は後ろです。忘れ物がないようにご注意ください。ありがとうございました。